ついてはですね、この原宿テレビに実は最多出場じゃないのかと。お、そうですね。でもランキングにしたら上位には必ずいる方ですよ、ね。<laughs> いるいるいるいますよね。うん、そう。<laughs> ね、もう学びのね、<laughs> 僕もすごく学ばしてもらってるからね。ね<し>今日もはい、はい、いらっしゃいいただきました。はい、鈴木小曲さんです。どうぞ。じゃ今日はありがとうございます。もう何回もいらっしゃってますからね。 ゲストでもそう観客でいらっしゃいましたけれども、どうぞおさりになってください。こんばんは、鈴木正楽でございます。最多と言われると、えー、年齢的にも最多だと思います。<laughs> <laughs> どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、本当にね、もうね、もう岐阜の僕お母様って読ん,んでてですね、いろいろ人生相談とかね、いろいろやっててはいということで、まあちょっと。はい あの自己紹介でまあ振り返るという、はい、ね、そうですね,、はいですねえー、何を言ったらいいのか、はいえー、マルチにいろんなことを <laughs>、はいえー、やらざるをえなくてやってきてしまいましたので、はいはい、自分が今、あのはい、何者なのか、何の分野なのか、はい、あの混乱しております、はい、混乱されてるんですか <laughs> <laughs> でも。 はい、そして美濃部さんの、えー、正式な日宋五代行使いただいております。はいえー、そしてまたあの本、ーえー、本格的にあの認めていただけたのがあの趣味でやっておりました。 あの心舞これを天空の舞と名付けて宗門の方で来年ハワイで、はい、公演の後に、はい、あの鎮魂のための70年ですねそれの、えー、英霊たちのために鎮魂の舞をしてくださいということで、はい、舞を引き受けていたらどういうわけかコートということに巡り合いましたから。 これも抱えながらあの弾くということを今あのするようになってしまったのでプロではございませんあくまでも趣味でやってる部分が今取り上げられつつあるというところ素晴らしいじゃないですかねちょっとねんださい映像になるんですよ映像ね先生はいそうなんですびっくりしてますまずはどういうドラマかと言いますと映像なんですこちらですねなんていう

行く中で今回たまたま鎌倉の鶴岡八幡宮こちらに歴史的にたどり着いてきたという設定なんですね。なるほでそれの中で私が鎌倉八幡様が守護神様だということをプロデューサーさんがお聞きになって。 あの参考のために聞かせてほしいとしてお会いしたのがきっかけでえ実はあの今年これの鎌倉へ天空舞をご奉納したいからハワイへのご祈願を兼ねてさせてくださいとお願いに上がったら。 物の見事に断られてしまったので一緒に行ってくださったんですけどで諦めていましたそ,、ねえー、その話をしましたら是非、はい、にこれをドラマのワンシーンに入れたいからやってくださいと、はいうことで、ね。 そういう形で鎌倉で実現してしまったんです。神様がちゃんと導き。はいはい、そう思いました。世界でも。世界、えっと、英語圏、それからフランス語、それから、どこでしたか。もう一つ。そうじゃないですか。アラビアですね。アラビア語、これの字幕スーパー入り決定ドラマですので。世界に流れていくドラマなんですね。で、私は知らない。だ だけでこの方たちのドラマはあの有名で結構ファンがすごくて知らないですけどねはい知らないんですよで第一話があの好評で終わったところで私は第二話であのまだいつ放えて聞いておりませんが1月ということだけ聞いております来年ですね来年の1月の毎週土曜日4時から何チャンネルですか これここにこ<れ>書いていますね。mx きゅうちゃんですね。きゅうちゃん mx はい。<MX> はい 食べ物ですからね、きゅうりのスマホとかそういうもので、無料でこれ、見れるようにもなってお会場の皆さん、テレビ皆さん、必ずチェックしてくださいね週土曜日の夕方の4時です、だ見損なった時は、日曜日に再放送されるそうです。なんか、YouTube なんかに残ったりとか、そういうのないんですか作ってもらってますので、の多分上げてくださると思いますけど。はい

そしてこれ、神殿の隣に、はいあのー、旗揚げの神殿がありますね最初のここから始まったという神社の、ねはいはい、原点のところそこの前で撮影許可が降りたんです、ね。な <お>でまあ、これ、引いてるところですけれどもこれが頭で真が玉の形,の形してますね、はい、普通はあの長方形なんですがこれは点から降り,降りてきてこう作んなさいって出てきたんですいやそうじゃなくて、はい、私が毎日使うことをしたいから軽いのないですかって聞いたら、はい、この形があるってのこれをほれ込んじゃったんです。 なるほど。これ見たことない方です。そうですよ。はい。十二弦が自分があの天空の音色を聞かされた時の音色に似てるんです。より近い音がこの十二弦のこの誠だったので無理してこれを購入いたしました。はい。でこれをあのモトくんの上弾くことができるようになりましたので両手でこれあの交互に持ち替えて弾きます 結構大きいですね。大きいですよ。大きいですね。はいはい。おお<ー>。テだけ見るとうプロですけどね。弾、はい、くんですね。はい、はい。だからあこれはこれとして、はい、あのシで最初の芯で弾いて出てくるっていうのがこれなんですけれども。も、はい、なるほど。はい。<ー>はい。い で次はあのとんでもない格好ですね、これはすすごいいじゃないで架空の鳥、鳳凰<鳥>ってありますけれども、鳳の鳥、鳳、は、凰、いはい、ではなくて、鳳、はい、の鳥の化身として、はい、天女の化身、使い役が鳥ですので、はい、その化身の鳥のつもりですけど、ね。 鳥ですよね。拍手ですね。皆さん鳥って言ってますいませ鳥のつもりで、もう入っちゃってますから、本人は鳥です。鳥で舞いました。これなんです。鳥ですね。鳥なんです。もう、あの、本当に腰抜かすぐらい。とんでもない格好なんですけれど。 本人は鳥です。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 鳥で拍手。ありがとうございます。これ入ってるっていうことは、その手繋がっちゃってますので、自分の意識の。外のところで、こう踊ってますから。あのテストと本番で。え、で、そうなんで、それで困ったのが。あの知らなかったら、テストと本番があるんですね。これと一緒ですから。で、ですけれど、もうシュッと入って。 入った瞬間に踊るから、はい、本番もテストもないんですね、私にとったら。一発目が一番いいんです。なるほどですね。はいはいはい、<laughs> だけどそれがテスト。はいはい、なるほど。<笑><笑>でこれでいいなと思ってたら、<laughs> は,いはい、はい本番って言われて困っちゃいまして、じゃあもう一度集中させてくださいっていう、はい。はい それで本番、これが本番の写真なんですけど。監督にはご理解いただけましたか?はい。あの、まだご理解いただけてないと思いますけどね。はい。はい。はい、で。まあ、これは、あの、その、ご理解いただけたかどうかわかんない監督さんなんですけれども。

聞きたいと思っておりますけど、はい、とっても素晴らしい内容ですね、はい。これ変なのこれ朝ですか？えーはい、何時これあの午後ですので、はい、えとくま曇,曇っておりました。前日雨でしたからね。なる、はいえー、3時ぐらいかな。はい、どうでしたかしら？3時ぐらいでしたかね？どん<ー>もっと前でしたか。2時ぐらいでしたか。はい。どのぐらいまで撮影なさったんですか？撮影どのくらいか覚えてないの。 結構ねあれ長くて何時間はやりますよねやりますその中の何分だけはい、はい 何分なんですよね。これね、踊りで多分五分ぐらい。そです。く方でも五分ぐらいだと思いますけど、ちょっとわからない。そですよね。でずっと待機なさってすることですもんね。そうですそうです。寒かったですよ。はいはい。寒かったです。今日も夜冷えるってうからも毛布着てきましたけどね。はいはい。もうこういうことで素晴らしいですね。これをまたハワイでされるんですね。ハワイは衣装は変わります。あちらは夏ですので。はい。 あの真っ白な衣装で鎮魂ですのでね例、はい、のために捧げるので、はいはい、真っ白なお衣装であの、はい、これままた違いますそれも楽しみですねまたね。<laughs> ということでじゃ、はい、もうみんな聞きたいと思うんですけど。<laughs> はい、来年

まあ集中豪雨っていうものが6月から9月までの間に起きてくるっていうのが出てますから、はい、その集中豪雨によってさまざまな災害がまた出てくると思います。それであの今回は、はい、あのちょっと珍しいなと思ったのは、はい あの各所にダムがありますよね、あ,あのダムが集中豪雨のために水がこうあふれてしまいますから放水せざるを得なくて放水する、はい、そのことによって下流のが、はが被害が出るであろうというね、はい、ねそれがかなり大きな被害として出てくる兆しがあるということをいわれてますが。 であの去年も、ねえー、と今年にしてもらったら天候は寒いか暖かいかなという。 でいろんな災害が出てくるとおっしゃるその通りなんですよ。あ、やっぱり間違いなかったなっていうのがありましたから。そうですね。すあのーはい、これは私じゃなくても、うんはい、あのいろいろな分野の方々も言ってることだと思います。ただあの本当にあの来年度は今度、はい、流動的な年って出てましたから、いい意味にも悪い意味にも、はいえー、流れて動く。はい ここれが大きくく出てくるといこと、ねはいうですねだからそれと、まあ、あの貨幣価値というものがまずほぼこの10年ぐらいの中でなくなってくるんではないかい、ね、貨幣価値がなくなる皆さんお金としての価値がなく,なくなるんではないか<ー>ってっか、ねまあ、戦後の貯金封鎖みたいな感じね自分のお金であっても使えないっていう。 うそういう現象。ありましたよね。ありました、ね。はい、そういう現象が、この。え五年から十年の中で。ぼつぼつ出てくるのではないかっていうのは、出ておりますから。ここあどな、ね、あ、そう、ここに考えて、対策立てていかないと、大金持ちは困ると思いますよ。私たちは、お金がないから、あってもなくても、どうでもいいんですけど。大金持ちは困ると思います、ね。困るってことですよね。なりますね。ねと。 いやいやでもね、はい、あおっしゃってたのは、ね、去年もおっしゃったのは今からは要するにその、まあ、お金もそうですけども結局耐え忍ばなきゃいけない時代になっていくとそうなんです,てです、ね、全ての面であの戦時中みたいなんです、ね、そうなんですで戦前のく戦後その暮らしに耐えていかなければならないですし。はいはい 日本はリーダーになるってこの間も何かで言いましたけどもリーダーにならなければあのいけないっていう世界がくないはいそういうことですねだから今の政権があの正しいとか間違ってるとか分かりませんけれども。 あ,のあまりにも強引に物事を進めすぎましたから来年度は、はい、えと野党・与党の関係がもっともっと厳しいものになってねじれ国会という様子が出てくるんではなかろうかということも出ておりますす、はいはいはい、なるほどですね、はい、いやその中であまりにも地方の政治をおろそかにされたよう でですの,で、はい、あの国民の支持がもっと下がるっていう、せっかくその法律で定めた18歳ですか選挙権の、はいはい、あれで、まあ、あ18歳から選挙、えー、じゃ投票率が上がるっていうふうに、はい、あの思われるかもしれないんですが、はいはい、もっと下がるそうです若者が政治離れをしてしまう。 ことを言われておりますね。これも、わかりませんけれどね。えそういうことも怖いことだと思います。はい。他に何かありましたかね。えありすぎて。ありすぎて。覚えてない。これはね、もうね、えと、あれもそうですよね。この前、年金が三日間で九兆円消えたっていうのもあるし。もう、あれも、ちょっと、ありえないことだし。そうですね。いきなり。いや、でも、これは、なんか、まだ戦後日本が独立してないっていう話もいっぱいあるじゃないですか。 その中で、うんうん、だからそれが一番の問題じゃないかなちゃんとすれば世界引っ張っ張ていきますよね誰がそれを立て直すかですよね。今の政治家さんの中でそれを立て直すことできる方がいるかどうかっていうところになかなか。 あのうんそういうことですね年金がなくなるかなくならないかはわからないですけれどおそらく年金というものに頼ることもできない時代は来るであろうなるほどですねはいここに考えていかなきゃいけないと思います先生あと一分ですけどなんか最後にえっと来年は先生としてなんかこう将来こういうしていきたいとなんかありますか私ですかはいそうですあ穏やかに死ぬ日を待つの。 先生。長生きします。長生きしてもいいです。百、はい、まで生きると思ってますけれども。あ大丈夫じゃないですか、皆さんね。はい、ただ、ただ穏やかに、あの、いきたいと。思っております。はいはい、でも、先生ね、もう、最初出会った時、はい、もう、近い出ます、穏やかで。 明るくて僕電話ついてるんですよね。先生明るくなりましたねっていうのがあるから先生また来年よろしくお願いします。ありがとうございました。ありしですね。いやーすごいショックなこと聞きましたけども。はい、い,いやー皆さんね。いやいやどうありがとうございました。いやーすごいですね。はい。また次の方もすごいですからもうズバズバ言いますよ。<music>